ポンタークポンさん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。なんかポンさん、今日はなんかこんな話あるよとかありませんかね、はい、そうですね、はい、いや、これ前から少々と思っててズルズルなってたんですけど、はい、悪い女、悪い女、はい、はい、悪い女の子がいてるんですよ。悪い女の子、はい、はい、まあ、いてたんですよ。あ、過去形ですね、はい、はい、ね、じゃあ今日この子の話ちょっとしますね。はい、お願いします。僕のね、はい、昔の、はい、ヤバのお客さん、あ、ヤバ、懐かしいですね、ヤバ、はい、ね、ヤバだったでしょ、はい、変態グルのヤバの、はい、お客さんの奥さんの妹の話なんですよ。なるほど、はい、その子の話なんですけど、はい、この子ちょっとね、ずる賢いというか、はい、賢い、やってることは賢いんですよ、はい、でも悪いんですよ。悪いんですか、はい、はい、っていうのもね、はい、この子には本家山口組のプラチナのおじさんもハマった子なんですけどね、あ、すごいリップなところがハマった、はい、この子はね、常に彼氏はヤクザなんですよ。なるほど。それでね、はい、まあヤクザとくっつくじゃないですか、はい、じゃあこう覚醒剤や微量をね、ずっと混ぜていくんですよ、はい、食べ物とか、はい、コーヒーとかに、はい、でも苦いからね、分かるそうなもんなんですけど、はいはい、これがなかなか分からないんですよ。なるほど。でこの女の子も昆虫なんですけど、はい、寝れる食べれるなんですよ。あ、肩が出ないんですよ、全く。もう普通に言えるタイプで。そうです、もう普通に、まあ、ね、注射じゃないんですけどね、炙りでするんですけど、はい、この子がね、そのヤクダの、はい、ヤクダってもそこそこ地位のあるヤクダばっかり行くんですよ。あ、なるほど、はい、それで、はい、そのブレンって入れるじゃないですか、ね、付き合いしてる社長さんと、はいはいはい、スポンサーですね、はいはいはい、そこそこのやっぱり地位の人で必ずスポンサーって入れるんですよ。あ、そうなんですね、はい、はい、その人に近づいて、はい、体の関係を持つんですよ。え、その付き合ってる彼氏の、そうです、関係者に近づくってことですか。相談があるって言ってね、はい、ちょっと相談があんねんけど、はい、彼氏は内緒でちょっといいですかみたいな感じで近づいていくんですよ、はい、それで体の関係を持つんですよ。で変態セックスするんですよ。それもその社長に混ぜてとかですかね。混ぜてもあるし、混ぜなくても自分は変態やから。ああ、なるほど。だからもうエグいプレイをするわけなんですよ。はいはいはい。だから男はまあ結構ハマっちゃうじゃないですか。なるほど。それで2回3回で体の関係をして、はい、こんな関係やっぱり彼氏に悪いから言うわって言うんですよ。あ、その社長に、社長に言うんですよ。ほら、いや、それされたら困るやんってなるじゃないですか。そしたらお金って言うんですよ。なるほど。それで200万300万って取れるだけ取っていくんですよ。悪女ですね。そうなんですよ、はい、もうこれ以上いったらやばいなっていうところでやめるんですよ、はい、それを周りを全部食い散らかして、はい、でそのヤクザの周りからも金絞るだけ絞って、ヤクザが金なかったらもうパッと別れるんですよ。すごいですね。はい、すごいんですよ。そういうのを何回も繰り返す、いろんなところのヤクザと繰り返すんですよ。それはもうヤクザが好きで引っついてるっていうより、ヤクザのその周り、そう、お金のために行くんですよ。ですよね。はい、だからヤクザが怖いからバラさないで くださいってなるわけじゃないですか。そうですよね。だからそれを狙ってるんですよ、その子は。すごい子ですね。そうなんですよ。これでね、プラチナのおじさんもね、あるおじさん、これ名前言いたいねんけど、はい、ちょっと、まあ言えないんですよ。はい。このおじさんの時に、別のプラチナのおじさんもやられてるんですよ。はい、え、同時進行ですか？そうです。これ、直接聞いてますからね。それ、やばくないですか？やばいです、やばいです。そのおじさんは、一人のおじさんは、もうその、この変態セックスにハマってハマって、もう家に帰らんようになったから、はい、姉さんにバレて。自分のこのマンション乗り込まれて、はい、してますからね。うわー、大変じゃないですか。そのおじさんのブレーンも言ってますからね、その子。だってそのプラチナさんの、はい、そのブレーンって言うとそこそこですよ、ね、はい、そこそこの人間から金取ってますからね。すごいですね、すごいお金残してるんじゃないですか、はい、残してます。でこの子のね、すごいのはまだあってね、はい、ある医者とね、組んでるんですよ、はい、医者と組んでるんですか？はい、組んでてね、はい、自分の手下の女の子が10人ぐらいいてたんですよ。その悪女ちゃん。あ、そうです、そうです、はい、まあその子を、まあ、京って言うんですよ。京って言うんですか？はい、これ本名なんですけど、はい、もしかしたら違う名前で
この男を作ってるんかもわかんないですけど、この子の本名は京って言うんです。僕らは京って呼んでたんですよ。はい。でこの子の手下が10人ぐらい出るんですけど、はい、あのその頃にテレグラ、当時テレグラで客を取って、はい、で付き合うじゃないですか。妻子持ちと奥さんも子供を見てる人と付き合うんですよ。あ、もう付き合っちゃうんですか。付き合うんですよ。はい。それで妊娠したと、はい、言って妊娠証明書みたいなのをみたいなやつを、はい、医者に作らすんですよ。どこどこ病院の印鑑があるやつで、はい、で妊娠したから下ろすから30万円で生活できへんからいくらとか、体調子悪いからいくらとか行くんですよ。すごいですね。すごいんですよ。でももちろんお金持った人を狙ってる。もちろんそうですよね。だからもうこれはお金ないなとか、はい、そんなのもうピュッと合わへんなりね、車で来るじゃないですか。はい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 、はい、通ってるぐらいなんで。なるほどね。それでもあ こいつはダメだなと思ったらもうピュッて体の関係もちゃんと逃がすんですよ。なるほど。それでたまにその妊娠さって言っても連絡取れへんくなったりする人がいてるんですけど、はいはい、そうしたら自分の彼氏が役だから言うんですよ。私の後輩がこうこうされたと、だから分かった分かった若い人行かせよとか。なるほど。そういう感じ使うんですよ上手に。いやすっごい。それで同時進行で10人も20人も男を作らすんですよ彼氏を。それで一人30万、50万で上げていくんですよ。すごいですね。すごいんですよ、この子。その人、すごい、ある意味才能ですよね。才能なんですよ。ものすごくお金持ってると思いますよ、だから。じゃあ最後までそれはバレずに。バレてないですね。誰にも何もされたっていうのは聞かないですからね。てか、みんな信じてるっていうことなんでしょう。そうですね。みんな信じてます。すごいですよね。で前の彼氏はこんなことしてくれた、あんなことしてくれたって言うんですよ。はいはい、だから役だって見えっぱりなんで、はい、負けたくないってなるんですよ。なるほど。バーキン買ってもらった、何買ってもらったとかね、言うわけなんですよ。はいはいはい、偽物カバン見してこれ誰々に買ってもらったとか言うらしいですよ。だから男が買うんですよ。負けたくないから。なるほど。でも大して可愛くないんですよ。でもみんな男はハマっていくんですよ。それは何ですかね。やっぱり薬の。薬のあれもあるんでしょうけど、まあ、経験者はやっぱり分かると思うんですよ、薬もらわれてるっていうのは。はいはい。でもうまいことするんでしょうね。なんか薬を作ってるっていう話も聞いたんですよ。その市販の薬と同じような形に、はい、そこにヤバダより覚醒剤を微量に混ぜていって、あ、なるほど。だから胃薬とか、はい、それを目の前でパチってパッケージから出したりするらしいんですよ。疑いがないんですよ。なるほど、誰も。なるほど。それで分からない間に。そうですそうです。なるほど。だから賢いです、この子は。すごいですね。そのプラチナのおじさんからも手切れ金で1000万取ってますからね、最後。すごいですね。結婚したかったって言って。すごいですね。はい、こんなもんな悪女ですね。そうです。今はできますよ、この子のことで。できると思いますよ。それぐらいほんまに悪いです。まだいっぱいありますよ、この子の話はね。そうなんですか。でも、はい、もうこれ以上言ったらちょっと誰って特定してしまうんですよね。なっちゃうんですよね。はいはい、だからシリーズにしたかったんですけど、はい、ちょっとできへんかなと。なるほど、はい、特定がされる恐れがあると。はい、まあでもあの今は名古屋で幸せに暮らしてるっていう話なんですけど、はい、名古屋の人は気をつけてください。はい、わ、はい、かりました。京という女の子かちょっとわからないですが、皆さん気をつけてください。悪女にご注意です。ポンポンチャンネルでした。今日もありがとうございます。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。 See you